はい、どうも、リズム談話の時間です。間のないリズム、間のないノリ、間のないグルーブ、これポケットがどうとか言って皆さん言われますけど、間がないんですよ。もうね、これね間がないっていうのはどういうことかっていうのはもう散々言ってきたと思います。前の以前の、動画で3個ぐらい前からやつからずっと言ってますね。間がない、間がないっていうのはつまりポケットがない、間イコールポケットです。ポケットでもこれあるないで言うとすごい難しい。なんでかっていうと、間っていうのは空間じゃないですか。だからあるもんじゃないですよ。そのないところを見つけないといけないってことですね。だからこれ間がないリズムにもう皆さん親しみすぎて、それが当たり前になってるから、日本の音楽教育でもいいって皆さん思っちゃってるってことですね。違和感に気がつかない。それ常識でしょっていう、その常識に間がないっていう常識を幼児教育から教えられてる。一番最悪の弊害っていうのは運探手拍子ですね。これメトロノームつけながらやると分かりやすいですかね。まあ小池屋スコーンの CM とかね、私は小池屋さんは好きなんですけど、スコーンの CM は面白かったけど、あれで笑っとったらやばいんやでという話になってきます。例えば間がない手拍子っていうのは、だから間っていうのは何かっていうと、これね重要なのが、要はこういうメトロノームの練習みたいな皆さんしはるじゃないですか。こういうことやった方がいいですよ。これ間がどこにあるかやったら何もないところなんですよ。だからこの何もないところをまず感じるんですよ。これ目閉じちゃってるぐらいですね。そう、これで決まる。だからこれね、ソケット、ソケットって言ってますけど、間と逆の方ですね。だから昔の人は間のある方を表って言ったんですよ。ここも基本のベーシックです。こういうことを本当は幼稚園とかで教えないといけないですよ。表で手拍子叩いてね、分かったって、運単じゃなくて運の方で叩かないといけないですよ。だから最初に本当に教えないのはいけないといけないのは四つ打ちなんですよ。間のある四つ打ちを本当は教えないといけないんですよ。だから普通にこれでいいんですよ。だからこれがバックビートの場合は4拍目から始まってるっていうのが、表の間があってその拍が入れ替わってるってことなんですよ。でなんでこれ皆さんできないか言ったら、もうほんまにこれに尽きるんですけど、運単でやりすぎてて単の方で手拍子叩くっていう感覚しかないんですよ。だから運単で教えたのがもう最悪ですね。運も単もいらなかったって話ですね。だからえんやとっとで教えたいんですよ。だからえんやとっと、えんやとっとで、とっとの方を歩く方じゃないですか。だからとっとの方で手拍子叩いたらその逆の方になるけど、それではないんだよと直します。えんやの方で同じように入ってるんだけど、節がこの逆の感覚で入ってくるんですよ。そうそう、だからえんやとっと、えんやとっと、えんやとっと、えんや、はい、バンバーンバーンバーンと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 ってこういう風になるの。だから次は間を鳴ってる方で感じるようにしないといけないですよ。ブンジャジャンブン
こういう風にね、こういう風に取らないよ。これやらないとメトロノームのハグの練習で全く意味がないものになっちゃうんですよ。うん。例えばさっきのでも悪い例いきますよ。こういう手拍子してダメなんですよ。あのいわゆるウンタンの手拍子で間に入れようとしたら絶対できないんですよ。やってみましょうか。みんなこうなるはずですよ。はん。うん、たん、うん、たん、うん、たん、たたんたんたん、これ違いますからね。こういうことやってるんじゃないですよ。うん、うん、うん、た、うん、たん、う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 ん、た、うん、たん、う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 ん、た、うん、たん、うん。ほら、これだとポケットに入るでしょ。これ間に入るんですよ。だからタンタタンタンタン全部ね、その手拍子しかないからそういう解釈しかできなくなっちゃってるんですよ。だからもう80ぐらいの人からもう一本締めできないんですよ、うん、これは日本のリズムやからって言ったら全然できてないですよ。あれ嘘やと思えたら70年代のあの東映とか大映とかあの辺のまあ東宝のやつもあるかな、まあヤクザモンとか見てたら結構出てきますよ、あの一本締め、あれやるシーンがあるんで、あれ見てください。あれで今の YouTube で一本締めってもう調べたらもう恥ずかしげもなくもうアホみたいに出てくるんで、え、これおかしいよねって、これ飲み屋の凍るよねっつって、飲んで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 って言って、 あれしか出てこないんですよ、はい、キャバクラかこれはっていう、そんな一本締めしか出てこないです。あれがに今の日本の一本締めのあの悲しき現実です。うん、あんな日本しかできないとかいうのはあれはもう私は愚のこっちょやと思ってますね。うん、言うたら柏では打てないんですよ。うん、神様が神社行ってこの手拍子叩いても出てこないって話になってきますね、はい、だからなんとかこれしないと本当にこれ冗談じゃなくあの民族の危機やと思いますね。精神的な意味でもね、うん、現実的なことしか皆さん考えておられませんけど、これスピリチュアルの部分でやる人たちはこれ指摘されたらやばってなる人いっぱいいると思いますよこれ、うん、そういうあのカルトで飯食ってた教祖さんとかそんなのもいるかもしれないですしねそういう人が柏でバーンってかっこよく打てへん、表で打てへん言うたら結構その信者さんとか離れていくんじゃないですかね話どうでもいいか。だから まあ、これはちょっと音楽的な話にちょっと戻りますけど、これだからベースのひどいですよ。結構ベースのあのツイッターとか流れてくる動画で結構メトロノームで遊んでるやつあるんですけどもひどいです、はい、もうね、あんなに結構いいねつけてるやつとはいますけど、要は節でしか聞いてないんですよ。だからもっと低音で聞いてないからカリカリの音で弾いてますね、あの人たちね。はい、これはだからこういうことやっちゃうんですよ。今のコンセプトであのターン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 のコンセプトでいくらこれメトロノームをあの頭にしようが2にしようが3にしようが4にしようがもう何にしようが全部こうなっちゃうんですよ。例えばね、ターン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 タン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 こうなっちゃう。これいくら2にしても。一緒でしょ、グルーブ3にしても。あ、それ8分割がこれだって思う。これ4にしても全然ダメですよ。
しもうてるんですよ。こんな不細工なあの間抜けのノリのなんかようわからんのでやっとるってことです。これほんまそうっすよ。もう日本のそのこういうバンド形式の音楽全部こうなっちゃってるんですよ、うん、だからこれをどうせっていうんやったらもうそれこそあれですよ。だから運が4拍目から始まってるって考えないといけないですよ。今のあの状態で間抜けの手拍子を使うとすると、これねドラムはねちょっと成功したんですよ。これで多分いけるぞっていう方法を見つけたんですけど、これまだ節の楽器多分もう節の楽器のやつ多分運単でしか捉えてないと思うんですよね。これね基本的にあるベーシックがそこに戻ってくるんですよ。どうしてもそれを日本的なリズムって言うとるから立ち悪いんですよ。これ昔のリズム日本のリズムこんなじゃなかったって話を私してるんですよ、うん、ひどい話ですよこれ。今のリズム日本のリズムが変すぎるから間がないから間が抜けとるでと、昔の人が間抜けって言った言葉の意味もうちょっと考えようぜと、三味線や太鼓のお師匠さんがいてお前はなテクニックあるけど間が抜けとんねんで周りの人が笑うなんか怒られとるで間抜けやってって、それと多分普通の人間も間抜けポケットがないってバカにするっていう、そうそうなんかこのこいつは重要なところ抜けとんのちゃうかっていうのを間抜けっていうそういう言い方をしたわけですよね。多分こう音楽用語って多分来てますよ私の感覚では、うん、それ以外考えられないですからねこれね、うん、だからこんなんでも間を作ろうと思ったら、うん、だからこのバックビートにしようと思ったらだからこの頭になるじゃないですか、やばないと思います、うん、こっちだったらでここもこうやって弾こうとなるんですよ。こういうふうに伸ばしたくなるところが違うんですよ。こうやってもうハマるからそこで切ろうと思わない、こうやって切ろうと思わないですよ。 切っても弾けるけど、そうそういう違いが出てくるんですよ。節のニュアンスが変わってくると、これギターでも一緒ですよ、うん、なんでここ伸ばしてんやろなとか思う人いることいっぱいあると思います。フレーズとかでこういうの出てくるんですよ。だからこの全部一緒ですね。こういうふうに伸ばせるんですよ。どこに入れても一緒でね。これバックビートが入ってる状態ですね。うん、4つ目に入れるとしたら、こういうふうになる、うん、こういうことですね。ああだからもう要はインチキ講師のなんかそういうツイッターとかあんなんで変なの流れてきたら、ああこれはこういうことかってね、低音でかい音で上げて、いわゆる間違ってる演奏っていうのはもうバウンスしないでしょ。キックドラにベーンって言わないんですよ、うん、もうひどいカメレオンの演奏のやつ流れてきましたからね。全然キックドラムとあの合ってない、うん、
もう変なエフェクター使ってなんかうにょ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 なんかこの血で合うような変なやつをして、だから要はこれ間がないからこういうことになってかわいそうなんですよ。そういう人たちも犠牲者ですからね。だから手拍子を一つしかないまま持ってるっていう、表に入った時の音の感じと裏に入った時の手拍子の音の感じが違うから表拍裏拍って昔の人は言うてたっていう、それが抜けとるんですよ。間が抜けるっていうことはそういう文化も消えてしまうということですね。ここに関してはちょっと皆さんもうちょっとよく考えてみられた方がいいと思いますね。今日は逆にねもうギターでやるのもねもう最近ねもう飽き飽きしてるんです。なんでかっていうとギターはこう弾けからよく聞こえるじゃないですか。だから日本人の耳に判断しやすいんですよ。ベースはちゃんと聞かないと、あの携帯越しに聞いてって言ってるような人ばっかりなんで、あえてこっちでやってるんですよね。そうそう、お前らベース聞けてへんやろっていう、そりゃそうでしょ。間が抜けてる状態でいくらベース聞いてもベースっていうものを正しく判断できないんですよ。三味線のあんたら兄弟みたいなスラップ弾いてかっこいいとか言ってるようなレベルになっちゃうんで、まあそれでまあ技術的にはいくら上手い人出てくるでしょうけど、それってまるでオートバイにその手漕ぎ自転車にジェットエンジンつけて買ってやろうみたいな、そんな発想しかならないじゃないですか。もうそんなんやめようぜと、ちゃんとしたオートバイ2本作ってきたやろみたいな感じになってくるんですよ。だから戦後にそんなしょうもない文化に変えられたんとしたら、まず幼稚園のカスタネット教育の運転手拍子から見直さないと、これ子供がね教育にリズムの教育を受けて悪なって帰ってきたって、こんなね悲惨な話ないですよ。赤ちゃんの方があのちゃんとしたビート叩くっていう話になってくるんですよ。お腹の中にいてお母さんの心臓を聞いてきて間も感じてると、それが幼稚園行って間のない手拍子を教えられて、間 あの人間として持ってる本能を抜かれてしまうってことなんですよ。これ怖い話ですよ。だからここちょっとちゃんとしないと本当に今後その日本のその子供たちに影響ありますね、この間違いなく。だから向こうの人はポケットとかいうのは間を大切にせなあかんで、ガラハバパケットメンって言って、ガラハバグルーブっていうのはそこなんですよ。あのテディ・キャンベルがこの間あの日本に来た時にね、あの何でしたっけ、あのそうそう、セッションのあのサポートメンバーみたいなで大阪で呼ばれた時に Got pockets って書いてありましたよね。ポケット持ってるかって、間がお前らあんのかっていう T シャツ着てきてハテナって書いてある、アメリカで Got milk っていうやつなんですよ。あの要は、牛乳お前飲んでるかっていうやつですね。そういう牛乳会社のコマーシャルがあったんですけど、それのポケットのバージョンの T シャツ持ってて、それを着てたんですよ黒の。これこんなことをアメリカ人に言われてるレベルっていうのはやばいですよ。そうそうそう、だから、変な話、あの K-POP とか東南アジアも今、あれですけど追い上げてきてますけど、今度は日本抜かれてしまってるっていうのはこの間の問題でね、グルーブの問題、ノリの問題で、リズムの問題やられてしまってるっていうのは、要はこんな間をちゃんと正しく認識してずっとやってたらこんなこと起きてないんですよ。日本がもう独占して1位になれてたはずなんですよ。それをやめちゃったっていう、日本人が認めなかったっていう、その自分らの問題なんですよ。だから変な話、韓国とかが K-POP って言われてる今の状態っていうのは、逆に今頃この人たち出てきたのっていうぐらい、下手したら韓国にも影響を、悪影響を与えてるって可能性があるっていうこと。これね、まあでも歴史はねもうなんか変えられないもんですから、これから変えていくしかないんですよ。地道にやって、そんなねテクニックばっかりで、そのもうなんかこの俺訓練のテクニックやるからそんなん簡単やからやらへんねんとか言って、簡単なことやらせたら全然できへんみたいな結構いっぱいあるんですよ。だから向こうのプロフェッショナルの人ってそういうね簡単なことバカにしないんですよ。逆にそのうわこれはこのオールドスクールのこんな単純なことやってるように、な感じやけども、実は奥が深くてこれはなんか俺らが思ってるような あれではないぞと。でそうやってその一個ずつのグルーブを研究して、それはおもろいやねん、これ今入ったぞ、これこの感じやろとか言って、やっぱり違うなとか言いながらみんなで考察しながら、なんかこので実際やってみるときはそのうんって考えないですよ。ちょっとこんなフィールにしてみようかと思った、あらこっちの方になんかこの合ってるんじゃないかとか、あえてちょっと古い機材を使ってみようって、そういうので機材買う分には OK なんですよ。日本の違うんですよね、見てたら。なんかどっかのベースの講師とかが高いフォデルかなんかのベース買って、なんかこんなって酔いしれたような感じで、なんか僕弾けるでしょ見て見て、ほらこんなテクニックテクニックやってやってるけど、全然この拍にはまらないし、ブンブン言ってないし、そのスイングもしないし、どないやったんだよお前はって、ほんで俺はこんなメトロノームトレーニングって全部低くやってるみたいな、運転手拍子のタン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 でやってるとかね、もうこんなばっかりなんですよ今の日本の状況って。これ多分ねもうプロの人が聞いてたら、ああ見ないでってなってるやつばっかりだと思いますね。だからこんなことやからそれっぽい音が出せないです。下手でもいいからそういう音出せよっていう、そう荒探しばっかりしとるんですよ。そうそう、
そんなもんお前らの演奏に十分あるあるでと、ペタッとしてるしっていうそれいくら丁寧に気持ち悪くやってもかっこ悪ってなるだけなだからそれをなんとかしようっていう話ですね、これは。ああ、まあそんな感じですかね、今日は。はい、どうもご清聴ありがとうございます。はい、それでは失礼いたします。